どうもこんばんは、あおさんの休日のあおさんです。今日は私が動画編集で使っているフィモーラ9、こちらの紹介をしようと思って撮影をしております。 Windows 10のものなんですけども、こちらの Windows ボタンと G ボタンを押すことによって画面キャプチャーをすることが可能になります。この録画ボタンを押すだけですね。今日はこちらでご紹介をしていこうと思っております。私は今まで他の動画編集ソフト一切使ったことがないんですけど、こちらのフィモーラ9を選んだ理由としては、一回買い切りタイプ、一回買えばずっと使えるというところに惹かれて購入をいたしました。今現在2020年4月29日現在で8480円、定価より500円下がった金額で購入できる機体です。では早速動画の編集の方を進めていきます。まずこちらのメディアファイルをインポートするのところにデータを入れる必要があるんですけど、この上のファイルのメディアをインポートするからも動画を入れることができますが、私は毎回こちらのフォルダからのコピー&ペーストで動画をこちらの方に入れております。今入れたこちらのメディアをコピー&ペーストで下に貼り付けることができます。僕はいつも30フレームで動画を作成しております。動画を次々と入れていきます。いつも僕がやっている方法は、この赤いバーを動画の後ろに合わせて、あとはこちらの方のプラスボタンを押していけば、どんどんと動画が追加される仕様になっています。簡単ですね。で、使っている動画に関してはここにデテンチェックが入るので、一目でこの動画を使用しているというのがわかります。はい、今すべて動画を入れ終わりました。動画の総分数41分38秒で、こちらのボタンを押すことによって動画を全画面表示にすることができます。動画が41分というのは長すぎるので、今から、カット作業をしていきたいと思います。不要な部分をこちらのバーを動かして、ハサミボタンを押すことによって動画を2つに分けることができます。どちらか選んでいただいて、ゴミ箱ボタンを押せば切ることも可能です。で、こちらのこのボタン、名前わかんないですけど、これをくっつけることによって消せば奥側にある動画が手前に来る、こんな感じになります。すごい使いやすいですね。今回の動画内容はキャンプ動画にしようと思っているんですけど、この最初に、今富士山の動画を入れることにしているんですけど、まあ、これを、オープニング画面にするとして結構短めでいいと思うので、こちらを切ります。で、この細いスペースのところをクリックしながら横にずらすと動画を飛ばすことができます。右クリックを押しながら、この辺りで画面を左右にすると動画を動かすこともできます。では思いのまま動画を切っていこうと思います。今回のキャンプ動画はオープニングの富士山、あとは、テント設営の動画で、こちらにご飯動画で、夜の、寝室でのテント内の動画、あとはお家に帰る高速の動画という風に、使い分けております。今カットしただけでも動画がこれで20分くらいの動画にすることができました。まだこのテント設営の動画はちょっと長すぎるので、ここを右クリックすると、スピードと再生時間っていうのがあるので、ここを20倍くらいにしてみると、動画がこれだけ短くなりました。キーボードの、スペースボタンを押すことによって動画を再生することもできます。ちなみに今早くした動画がこれです。早送りをすると音声が結構うるさくなりがちなんですけど、動画についているこのオーディオ、これも動画とはまた別にオーディオを分離するを押すことによって下に分けることも可能です。早送りの時はいつも動画の音声をオフにしてます。ここをクリックすることによって音量を上げたり下げたりもできます。大体今のカット作業と、あとは早送りの作業で動画の長さは大体2分43秒くらいになりました。で、こちらの早送り動画、今からちょっと流しますけども、動画の流れがちょっとカクカクするんですよ。で、この動画を滑らかに流すために、ここのプレビューレンダリングを押すことによって、動画が滑らかに見ることができます。ちょっと時間かかります。
はい、今ダウンロードが終わりました。再生をすると、さっきよりも全然動画が滑らかに流れているのがわかると思います。はい、今滑らかにすることによってこちらの方をさらにカットしていきました。動画は1分36秒にまで縮めることができました。で、今からこちらのオーディオをつけていきたいと思います。こちらの音楽をドラッグ&ドロップすることによって音楽をつけることが可能です。一旦再生してみます。こんな感じです。タイトル画面を、いつも私は作ってます。こちらのタイトルで、いつも使っているカスタムの中に僕がいつも使っているオープニングのものがありますので、こちらの方を貼り付けて流してみます。はい、このようにオープニングをつけることが可能になります。今入れたタイトルの中に、だいたいこういういろいろなものがあって、字幕っていうのをこういう風につけると、ここにあるところに、こんにちは等を入れることもできます。次はこちらのトランジションボタン。こちらの方で、動画にエフェクトをつけることができます。例えばこちらのフライアイというものを動画の一番最初冒頭に今つけました。再生してみます。むにゃむにゃされたのがわかると思います。これをフラッシュに変えてみます。いつも僕が使っているやつです。このような感じになります。次はこちらのエフェクトというものも、すごいたくさんあります。もちろんこちらでモザイクをかける等々もできるんですけど、こいつを画像にドラッグ&ドロップするだけで、動画をこういう風にすることもできます。エフェクトの中にあるこのウォーキングデッドっていうの、面白いですよね。これ、オープニングのところにつけておきます。次はこのエレメント。これを動画の最後につけることによって、最後にいいねくださいっていう風にこのようにすることも可能です。分割表示、こちらの方を選ぶと、このように動画を分けることもできます。この辺りにつけて、こちらにある動画を、こういう風にすることもできます。サムネイルで私も一回使ったことがある機能です。では、今お伝えした機能を使って動画を少し完成させてみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。最終的な波形はこのようになりました。メインオーディオはいつも、こちらのオーディオトラック2に入れて、1の方に効果音を入れています。動画をある程度作った後に効果音等を後ほど、加えることが多いので、オーディオトラックのこちらのプラスボタンを使って効果音を足していることが多いです。YouTube をよくやっていて思うことは、
最初から入っている既存のオーディオ、あとはフリー素材で落ちているオーディオ等も結構音量大きいことがかなり多いので、必ず確認されることをお勧めいたします。でこちらの映像の方なんですけども、映像トラック1、2、3と上に行くにつれて前に出てくる優先順位が高くなります。なのでこのメイン動画を2や3にしてしまうと、下に配置しているコメント等が表示されないということになりますので、必ずメインの動画はこちらの1に入れて作っていくスタイルとなります。こちらのカメラボタンを押すことによってスクリーンショットを撮影することができたり、あとはこちらの、広がるボタン、フルスクリーンボタンを押すことによって画面をフルサイズに表示することも可能です。あとはメモーラ9は1つ、2つ、3つとお部屋が3つあるんですけども、こちらの部屋の大きさも自分で好きなようにすることが可能です。最後にザザッと細かい機能をたくさん紹介していきます。こちらの方を、押していただければ画面をこのように牛タンだけにしたりともできます。今のところちょっと再生してみます。このような機能もあったりとか、先ほど右クリックとお伝えしていた速度、あとはこちらでグリーンスがカラーチューニング、映像の色をいじったりとか、そのあたりもできます。あとは文字で、私がよく使っているこういうなんという贅沢という言葉がありますが、ここでもちろん大きくすることもできますし、こちらでフォントを変えることもできます。あと文字にアニメーションをつけることもできるので、こういうこともできます。このコード編集の中、おそらく動画の中には映らないとは思うんですけど、文字の色を変えたりだとか、また文字の大きさを変えたりだとか、こちらでいろいろなところをいじることも可能になります。まあ、ここちょっと流してみます。はい、このような感じになります。こちらにあるマーカーボタンを押すことによって目印をつけることもできます。あとは、オーディオトラックのこの白いちょぼちょぼを押しながら横にスライドするとフェードイン、フェードアウトすることも可能です。ここに、映るかわからないですけど、オーディオをダブルクリックするとこちらでもフェードイン、フェードアウトをいじることが可能です。あと音声を後から付け加えることもできます。このマイクボタンを押して、音声を付け加えることができます。青さんの休日の青さんです。はい、流してみます。青さんの休日の青さんです。オーディオに関してはこちらのオーディオミキサーを使うことによってさらに細かい設定をすることも可能です。フリー音源のオーディオも多少こちらの方に足してはいますが、結構な数のオーディオも入ってたり、あとこちらも無料のものを少し足したりはしていますが、結構な数のタイトル、先ほど字幕を入れたところですね、もたくさん入ってたりします。トランジションも、今現在で233個、無料版しか足していないので皆さんもこれぐらいの数にすることは可能です。エフェクトもかなりの数入っております。ある程度の動画があればすぐに動画を作成することができるツールだと思います。最後になりますけど、こちらの出力ボタンを押すことによって、今ここの画面では映っていないんですけど、フォーマットを変えることもできたり、あとはビットレートを変えて動画を高品質で出力することも可能です。あとこの出力ボタンの中に YouTube ボタンっていうのがありまして、こちらでサインインをすることによって YouTube に直接動画を上げることも可能です。それでは Filmora 9でサムネイルを作成していきたいと思います。はい、こんな感じですね。
今作ったこちらの動画編集のデータに赤マーカーを合わせてスクリーンショットします。今スクリーンショットしたデータは Windows ドキュメントの中に入っているので、 Windows 10の中にもともとあるアクセサリーというところの中で、Paint というアプリがあります。そちらの方にスクリーンショットのデータを入れます。スクリーンショットで撮ったものは短い動画データになるので、そちらを写真データに移し替える作業を今からやります。ではペイントの中にさっきお伝えしていたスナップショットを入れました。もっと簡単な方法があればぜひ教えてください。こちらの動画データを小さくする必要があります。こちらの左上にあるサイズ変更で、僕はいつも30にしてます。特に理由はありません。でこちらで名前をつけて保存をすれば写真データに変わりますので、いつもこのようにサムネイルを作成しております。いかがだったでしょうか。これから YouTube を始められる方、ぜひこちらのフィモーラ9、ご検討してみてはいかがでしょうか。以上、あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。